今日は12月の5日の小さな自然の様子です。このように、つやぶきの黄色い花をつけています。つやぶきの花は毎年ここで咲いています。田んぼの様子、二の谷が水が張られています。今年の冬は、このままにしておいて、野鳥、水鳥が来るのを期待しています。それからカブトエビのようカブトガニですか、カブトガニのような水生の生物も新たに育つように海で楽しみにしています。水は一の谷に畔川に溝を掘って、ここから一の谷は、水を張らずに二の谷に流し込む、こんなやり方です。石の田はレンゲが芽を出しています。上の池のそばの、クヌギやイロハモミズアジがすっかり紅葉しました。池ではメダカの影が見えますか。メダカまだ元気よく泳いでます。ちょっと冷えました、すみません。はい、これが来週の12月、小さな自然の様子です。